皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンレジェンズアルセウスやっていきましょう。102翡翠の夜明けのサブ任務が終わったところです。このサブ任務を終えるとのぼりさんからまた新しい追加コンテンツができるようになるので進めていこうと思います。ご足労をかけますが訓練場までお越しください。アップデート後に追加になった要素になるんですが、これもね楽しみにしてたのですごく嬉しいです。お前を呼んだのは他でもない、新しい形式のポケモン勝負に挑んでほしいのだ。ポケモンは恐ろしい生き物、その考えもお前が改めてくれた。お前の影響でポケモンを相棒として勝負を楽しむ者もいるし、ポケモンを頼る村人も増えておる。だからこそお前にはさらに先の先に歩を進めてほしい。新しい形式の勝負に挑むことでポケモンへの理解が深まるだろう。苦しい状況において相棒が何を望み、戦う相手が何を考えているか、お前なら感じ取れるであろうし、私たちも同じことを学んでいく。かなり厄介な頼みになってしまうが、なあにお前なら大丈夫であろう。詳しいことはのぼり殿にか尋ねよう。ではあとはお任せしますぞ。新しい勝負に挑戦するときは私にお声掛けくださいませ。ということでのぼりさんと話をして新しい勝負追加になった要素をやってみたいと思います。伝木様に頼まれ新しい形式の勝負に挑めるようにいたしました。存分に腕を振るってくださいませ。どれに挑戦なさいますか？ポケモン勝負っていうやつだと、こう呼べる人がね、こんな感じで出てきます。いろんな人と遊べるようになってるんですけど、こう勝ち抜き道にすると銀河団より、よりじゃない、銀河団よりすぐりの3名との連戦になります。これをやってみましょう。あれ準備大丈夫だよね、あんまりやってなかったけど。おーおー、いや、あ、え、ん？え、この3人一緒に出てくるんですか？めめさんがまた忍びの格好してる、嬉しい。え、ペリーラさんからだ。警備隊隊長ペリーラ押してまいる、かっこいいかっこいい。ポケモン何持ってるのか知らないんですよね。では行ってみましょう。お、ギャロップ。ちょっと待って、私ガブリアスになってる自分のトップなポケモンが何になってたか全然覚えてなかったんですけど、大丈夫かな。大地の力しかない。あれ、おかしいな。あ、 BGM が、あれ信用事項でこういうのなかったでしたっけ、この BGM。 あれ気のせいかな、あった気がする、違うかな。事務戦こんな感じだったような気がするんですけど、違いますか。最近アルセウス遊んじゃってるからちょっと覚えてないんだけど。あ、そう、耳打ち入ってるんですよね。あんまり意味がないのを入れてしまっている。ちょっとガブリアスがあー、やっちゃった、ごめんね。ルカリオでしたね、ミミロップは。やってしまった。あ、大きさが全然違う。インファイト、やっぱ親分ポケモンって大きいですね。なんか見慣れてしまったから。ルカリオ大きくてかっこいいなぐらいにしかなってなかったんですけど、大きさが全然違うとやっぱり結構変わりますよね。多分力技にすればインファイト一発でいける気がするので押します。よし、勝負を仕掛けるときはやっぱり力技ですね。速ささえあればこっちが速い、そして勝てる。かわいい、最後乙女だったでは、3連戦なので続き。あ、ムベさん、勝てぬ勝負はしない主義だが、伝木に楽をさせるため拙者が本気を出すとするかな。いい関係性ですよね、ムベさんと伝木さん。銀河団のムベ、すごい、銀河団になってる。
あとかっこいいかっこいい。あれ？ファルキアになってる。なんでだろう。回っていってるのかな。ね、ムーマージに何をするか。パワージム力技？すごくなんとなくなんですけど、削っていくんだったらこっちかな。わ、シャドーボール出してきてる。で、2発抜こうで、これはもう耐えられるので大丈夫でしょう。回復もしてあげたいけど、連戦なんでね。とりあえずこのまま行きましょう。1体倒れると連戦だからこそそのままになってるのはもう分かってるので、できるだけ削りを強く持っていこうかなという感じですね。ドラゴンクロー効かないんだよな。どうしようかな。力技かな。押します。ここはもう PP2 使ってでも押していきたい。サーナイトはちょっと厳しい。今持ってる手持ちのポケモンたちでやるのはちょっと厳しいので、なんとかします。そう、抜群になっちゃうから辛いんだけど、ここまで削ればいけるかな。大剣気かな。倒しちゃってるのは辛いけど、でも参戦このままだったらストレートでうまくいけたのかな。そのまま挑んだったんで、伝説を手持ちに入れてるのがなんかあれですね、ズルした感じがしてちょっと申し訳ないかもしれん次やるときはね、あの通常ポケモンで構成していこうかなって思います。半分か、強いな。エルレイド、ドレインパンチ取られるのか。しかもこれはマックスまで行ってしまった。困ったね。今一つ出しな。ディアルが出しますか。負けちゃうかな。回復なしで行こうとしてたんですけど、最初からやるんだったらなと思っていましたが、結構きついですね。よし、ディアルが早いので削りますね。竜の波動でタイプ1、ブレインパンチ持っていかれても、でも半分までしかいかないでしょう。よし、大丈夫。ドレインパンチか、いいな。回復系の技入れておくのが吉ですね。1ターンもったいないから回復はしたくないけど、みんなが倒れていくのはまあ辛い。次電木さんが残ってるのに、これって大丈夫なのかが不安ですが、まあしょうがないかな。ムフェさんちょっとやられた時もかっこいいな。3体だけ今残ってるのでこれでやります。3体ですよね。あれ2体しか残ってないかな。これ負けたらどうなるんだろう。よし、あ、3体残ってますね。大丈夫そうかな。投げ方がめっちゃ強いんですけど真下に向かって投げてたよ。あれ、いや、多分インファイト押していくしかないですよね。ちょっと PP2 しかなくて回復はしたいけど、もうしょうがない。持ちポケどんな感じだったか忘れてしまいました。あれ、でもラッキーとかピッピとかいたかな。ノーマルタイプがいたかどうか覚えてない。ヘラクロス虫インファイト持ち辛くないですか。これ、これめっちゃ辛い。どうしよう。このタイプのね、技持ちいないんですよね。ディアルが出すしかないのかな。あの、レジギガスをなぜか残しているのが個人的にはやばいなってちょっと思っているんですけど。ラスターカノンかな。一発削りはできないけど、しょうがない。あ、いけた！あれ？特防弱かった？あー、カビゴンいたのかー。3体の選抜がわからないのが辛いですね。え、もう多分これドレインパンツとかレジギガスに入れてなかった気がする。本当は
持ち技があればいいんだけどな。あー待って、持ってないよね。カビゴン持ってる。ギガスさんです。でかい対でかいでかい。あ、入れてる、やった。入れてないつもりでした。なぜか入っている、素晴らしいあのレジギガス、レジ系の王様がなんか全て美味しいところ持って行ってしまいましたね。入ってたのか、確認すればよかったです。ありがとうございました。ギガスしか残らなかったです。あ、でも好きなポケモンだからこれは嬉しい。連戦終わりました。どんな感じで言われるのか、何かあるのかな。勝ち抜き度見事突き抜けたな。まあお前であれば当然というか、だがポケモンという存在の心強さを教えてくれて感謝している。また手合わせを願いたいものだな。これ多分毎回変わるし、もらえるものも変わりますよね。あ、進化アイテムももらいました。あとは一本道っていうのがあるんですけど、その一匹のポケモンだけ選んでやるっていう形ですね。これはまた もっとね、多分あの揃えないといけないと思うので、これで終わりましょう。怖い。え、そして一応ですね、102の翡翠の夜明けが終わった後に今の新しいポケモン勝負が開放になるんですが、このタイミングでアルセウス戦が終わってる方は家の前に来るとアルセウスの追加になったサブ任務で無点連戦ができるようになってると思います。私こちらの端末だとまだアルセウス戦終わってないので出てこないですが、やってないなんていう方はあの布団で寝るとね、アルセウスが出てきてくれるイベントが発生するはずなので試してみてください。ないということで、こんな感じで新しいバトルやってみました。一応のぼりさんからできるものにはなるんですけど、今まで出会ったいろんな方と勝負ができるので、ストーリー中にね、バトルしてない方とも戦えるっていう感じになってます。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、See you!